対優勝するぞ、はい、優勝するぞ、はい、カリー、カリー、カリー、乾杯、はい、ありがとう、はい、絶対優勝するぞファイターズ応援団の面々です。今日はおばんの家でやってます。沖縄に来てて、はい、ね、あのファイターズみちるのお世話様、おはようございます。突然ですがおはようございますから始まりました。みちるのお世話様100回記念を迎えます。おめでとう。そこで、100回として1回目の、小島元オーナーを取材しながらと思いましたが、ね、あの強いご意向によりこれからのファイターズを取材して語ってほしいと、あの本当に素晴らしいご意見をいただきましたのでそれに向けて今日は、編集も含め、沖縄に来た、15年目の名護市と札幌市の経済交流会と、それからあの子どもたちにあの雪のプレゼントだとか絵本のプレゼントを続けていったあの応援する会の会長の村田さんを含め、皆様そういうスタッフたちをこの繰り返し、15年間の繰り返しの中で、経済交流も含め、ファイターズの、なんて言うんでしょうね、ファイターズからだね、なんで力をいただいてるのかなっていう部分を含めてね、それと試合の様子をちょっと含め、お届けしたいと思います。まあ、今日はあの本当にほとんど、多分ファイターズ の, その感染ファンっていうかな、感染ファンの中で、ほとんどの試合を来てらっしゃる方です。それで、あのまずいつ頃から、もう最初から、そうですね、最初にあのまずファイターズが北海道に移転するというニュースが飛び込んできた時から、あの夢じゃないですか、雪国で野球が見られる、うん、それで2003年のからもう入ってて、4年にきちんと立ち上がりましたよね、うん、であのオフィシャルファンクラブ、はい、でその時はまだ勤めてたので、うん、全部っていうわけにいかなかったんですけど、で一人感染でしたから、うん、まあ、ポツポツと行き始めて、うん、そのうちになんかあの演劇を見てる仲間も行ってるってことが分かって、うん、そんなんであのシーズンシートを買うようになりまして、うん、であのその頃になってくると自分が退職する時期にも重なり、うん、将来的に、あ、うち子供がいないので、うん、あの何かこう物が残っていく趣味を持つと、うん、仕事以外にですよね、うん、持っていくと後処理するのが大変かなと思って、うん、物が残らず喜怒哀楽があり自分も元気になるし楽しくなる趣味ないかなと思った時に、うん、あの演劇もコンサドーレ、コンサドーレ月2回ぐらいしか本部でもないですし、うんうん、あの演劇っていうと東京まで行かなきゃいけないので、なかなか時間の取り方遅いのでちょっと難しいっていうのもあって、あの野球だと一人でも行ける、うん、みんなでも行ける、うん、であちこちにも行ける、うん、そんなんだ、それで喜怒哀楽絶対あるあるね半分はね、負け勝ちですからね、まあ、負け勝ちでも、うん、やっぱりそこで次頑張るぞって、あ、今日は良かったっていう、そういう感動と幸せ感と満足感を得られる、これはすごくいいなと思いまして、ただ無駄に時間とお金を、うん、過ごすよりも、うん、そういう仲間とも楽しめるし、自分一人でもどこでも行けることもできるし、うん、とか、いいな、これを趣味にまず趣味みたいな感じで応援していこうかなと、うん、でやっぱりあの若い人たちがすごく頑張ってる姿に、うん、こう一生懸命応援しようっていう気持ちにもなりますし、あの地元にもこう向こうも貢献してくださるわけなんですし、なるほど、
はい、そんなんであの自分本位でありますけど応援し続けてから、それであるとある時あのホームゲームを全部見たら好きな選手とツーショットが取れるという球団のキャンペーンがあって、そこで、その時はもう完璧にあのホームゲームは完全制覇しまして、憧れの大谷翔平君とすごい貴重なツーショットをいただきました。なかなかなれないツーショット、そうですよね。素晴らしいね、翔平君と。はい、そんなこんなで今日に至ってます。はい、またエネルギーになるよね。そうなんです。そうですね、その中で昨日もそうなんですけど、実は、今年の目玉商品ってのは大変失礼なんだけど、要するに昴生君と柿木君の投げ合いでもうすごい人がいらっしゃってくださって、この沖縄にびっくりしましたね。今までこの私方も何回かご一緒させてオープン戦も来ましたけども、あんなに人いたの初めてかもしれませんね。国並であんな臨時駐車場ができて、外野席まで満席になるなんてびっくりしました。そうですよね、びっくりしましたね。入れなくてね、みんなで。いや、本当にそれはすごいなと思いました。国並村の球場に来ています。すごいたくさんの人で、情報に出るかしら ね、うん、ね、今日 の、いやすごいですよね。もう例年に増して人数が多いです。ありがたいことです。今日は、第1回の表裏で甲子園組の投げ合いがあるということで、皆さん期待をしてものすごく大勢集まってるんですよね、多分ね。はい、そういうことです。はい、ファイターズ1軍の紅白戦、甲子くんが投げます。今ワンアウト取りました。なんと剣士が1塁を守っております。まず今年注目したい選手だけをポンポンと。いやもうひいき目 100% 入ってますのでね、はい、あんな、そう、でもそれって大事だよね。ではないんですけども、みんなで引きで、去年から、うん、あの石川直也くんがもう完全なる、はい、あの守護神というか、お世話になってもらうように、そこはすごい期待してます。やっぱり最後締めてくれる安心感といいますかね、そういう存在になってもらいたいなと思うのと、あと浅間選手ですね、あのずっと怪我であんまり出られなかったので、今年はもうそろそろ頑張ってレギュラーを取ってもらいたいなと思っています。野手とピッチャーがその2人は今特に推してます。なるほどね。あの本当に浅間君の怪我でずっとね出れなかったんで、あの本当に最初センセーショナルなデビューっていうかね、1年目のデビューはね、あれだけの活躍というかセンスを見せてくれたので、やっぱり潜在能力はたくさん、いやみんなそうなんだけどね、あるんだけど、やっぱりどっかこう花咲く時期もあるんだけど、やっぱり怪我を克服して上がってくる時の浦野さんもそうなんだけど、やっぱり話を聞いていて、やっぱり思いはこうあるんですよね。だからやっぱりその思いがこう一つになって、一つ一つ、そうだよね、絶対に勝率すれば絶対優勝できるからねそうだよねそうなんですよ。だから一勝一勝大事にしてほしい、あの10勝勝つ投手になろう、もちろんそれは個々の、まあ、自分 の仕事ですから、もちろんあの超優良企業とか超優良稼ぎ頭になるにはもちろんあれや、それは個々の思いだけど、私方の応援している部分では優勝というのと、ね、ファイターズがみんながやっぱり優勝するとさ、弱くてもあの怪我で出れない人だとやっぱり嬉しいじゃないですか。だからそういうのも含めて絶対勝とうという思いがあれば、必ず1勝2勝は必ずあげようと思っていただければ
あの全員がね、そうですね、ここの場面はどうしても勝ちたいと思うとき、去年のあの帯広の試合じゃないけど、うちのハマラスの会長の中田さんがあの新年のスピーチでも言ってましたけど、勝ってほしい、逆転してほしい、逆転したという時のあの感動は涙が出ましたって言ったので、感動って一生懸命やって苦難を乗り越えた時にできるものが多いのでね、あの難しい試合ばっかりしてたら疲れるかもしれませんけど、でもやっぱり、一試合一試合、これをどうやったら勝てるか、それからどうやって、自分で打っていくか、どうやって投げるかっていうのを一試合ずつやっぱりなんかこう見ていきたいよね。そうですね、本当に我が子の成長を見るような気持ちで、ね、応援したいと思ってます。でも女ってそうってすごく思いが強いから思っちゃうけどね、男の人はそんなに一年中張り詰めてたら体壊れるよとかね、あれだよとかって言うし、どっか抜けるところもあるんだよって言うけど、私にするとプロなんだからプロなんだから抜いてはいけませんって、そこだけどね、抜いたところを見せてはいけない、試合終わった時に、そう、みんな真面目すぎんだよね、少しね。試合終わった途端、わーわー騒げばいいんだけど、昔はできたけど、今みんなできないからね。だから人間って大変だけど、かわいそうかな。どこからでも見張られてるよ、ね、からね。みんないい子ちゃん、いい子ちゃんってなんなきゃなんないし、ちょっとなんかやるとすぐ言われるし、なんかね、まあ、悪いことやってはいけないけど、ね、なんていうかな、わーわー。ちょっとこうみんなに楽しくする分いいかなと思うんだけどね。そうですね。若いんだし。若いんだしね。あんまり少し、そうだ、あの自分もこれ放送してたら笑われるかもしれないけど、少しあのこうね、カメラを塞いで、カメラマンも一緒に騒ぐようなところがあればいいのにね。という変な話でしたね。いえ、とんでもないです。こんだけして改めて私のこう感染人生を振り返る時間をいただきまして、帰ってありがとうございました。あのこんだけ喋ってもらって10秒かもしれないと怒ってもいいかな。2秒ぐらいです。どうしてもあの横の人と私が聞きたかった部分があったんでね。なるほどな、突き動かしているのは何かな、まあみんなそんなもんだよねって思うところもあるし、あのいろんな思いあるだろうし、できるってことはまあ最高にありがたくて幸せなことだよね。本当にもう仕事なくなったら一日全部何して過ごそうかみたいな感じだったので、いい趣味を見つけたなと思っていました。いや、なんかあの第二の人生ってのはおかしいけど、みんなそれぞれいろんなことを見つけようとしていろんな風に出ていく、それが何なのかね、これやったから偉いんだとか、これやったからあれなんだって、自分生きてる自分の納得感がどこにあるかが一番大事ですよね。人はどの子の言ったって自分の人生誰も面倒見てくれないからね。自分が楽しくなるとか、ウキウキすることで何かっていう思うところですよね。それはすごく参考になりました。自分がそうウキウキして楽しくなるのは一体何なのか、それを見つけるのにどうぞドームに来てください。変な締めですけど、なんかしなきゃね。じゃあファイターズ、その笑顔で、そして笑顔で終わる今年1年の優勝を目指して、また応援お願いします。頑張りましょう。まずはいってらっしゃい。いってきます。ありがとうございました。まず今回道のお世話様第トリップのコーナーでした。はい、今日は、ハマラスファイターズを応援に来ました。ナゴです。イエイ。ちかちゃんと、桜木さん頑張ってます。鎌ヶ谷からも、ね、あの見えてて、はい、体操大人数の、はい、撮っております。鎌ヶ谷、鎌ヶ谷サイダーの身にみんなで鎌ヶ谷行こうか。札幌市、そして、名護市、北海道日本ハムファイターズ、
交流会 in 名護が今年も開催できますことを大変嬉しく思います。北海道日本ファイターズを応援する会の村田会長をはじめ、本日は北海道より38名の皆さんがお越しいただいています。北海道新聞社代表取締役会長村田雅俊様よりご挨拶を。ご紹介いただきました北海道日本ハムファイターズ応援する会の会長を務めております北海道新聞社の村田と申します。本日はこのような心のこもった交流会をご用意していただきました文知事をはじめ、皆さんにご感謝申し上げるとともにですね、それと多くの皆さんが参加していただいたことについてもですね、心から御礼を申し上げたいと思います。ただいま紹介ありましたようにですね、今日の38人、42回だったんですけども、北海道からこちら名護にお邪魔をいたしました。ご挨拶する前にですね、その38人のうち何人かの方だけですね、で恐縮ですけども私からご紹介させていただいてよろしいでしょうか。まずですね、札幌ドームのですね、社長をやられている山川さんがいらっしゃっております。実は応援する会のですね、会長も務めていただいているんですけども、北海道銀行のご出身の方です。山川さんでございます。続きましてですね、同じく応援する会の副会長を務めていただいております国連農業協同組合の代表理事副会長のですね、伊藤正光さんでございます。国連さんはですね、沖縄に大量のお米をですね、降りたと言います。お得意さんということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。それからですね、札幌商工会社の、副会長で、札幌観光協会の会長さんでありますですね、北洋銀行の副会長の柴田龍さんでございます。よろしくお願いします。それからひときわ大きな声で紹介したいと思うんですけども、来月からですね、ファイターズの社長になることが内定しております。内定ですしております、日本ハム株式会社のですね、代表取締役専務執行役員河村浩二さんです。それで皆さんお同じかと思いますけども、現在のファイターズのですね、社長を務められておりましてですね、3月以降は顧問でまたご活躍いただけるというふうになっております武田健壮様でございます。よろしくお願いいたします。それから今日もですね、私たちが持ってきた方が多いんですけど、全日空のですね、執行役員北海道支社長の新川新一さんでございます。それから今回初めてですね、この交流会にご出席いただいたんですけども、札幌にサツドラホールディングスというですね、ドラッグストアがございます。これはですね、北海道中心に220店のですね、ドラッグストアを持ってるんですけども、沖縄に3店のそのうち3店を展開されてましてですね、4店目がまもなく厚生労働省にできるんですけど、大変大きな勢いのある、会社のですね、会長さん、代表取締役会長さんであります富山睦弘さんでございます。最後になりますけども、今回もですね、ピンクのユニフォームを着ていただいた
浜名スファイターズの皆さんがですねおいでいただいております。今日そのお一人のですね、浜名スファイターズの名誉顧問というすごい方が来ていますワールドセミナーというのも代表取締役やられてまして元北海道副知事のですね、佐々木さんどうぞいらしてください。ありがとうございます。大変お世話になっておりますのでひときわ心を込めて拍手をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。今日は札幌市名護市北海道日本ファイターの交流会に私ども鎌ヶ谷市の人間もですね徳地市長からお招きいただきまして本当にありがとうございます。札幌市から38名ということで鎌ヶ谷市から100名ぐらい来ようと思ったんですけどなかなか来れなくて十数名のですね鎌ヶ谷市の野田太市長二町商工会長、商店街連合会長、そういった主だった人が十数名でこちらの会場に駆けつけさせていただいたところであります。私も那覇空港から今先ほど到着したところでございます。で札幌市には一軍の本拠地があって、名護市には、キャンプ地があると。で鎌ヶ谷市にはご存知の通り2軍の本拠地がありまして、若手選手の住む優勝寮というのがございましてで、ファイターズは新入団選手は必ずその優勝寮に入って、で高校の選手はナイキにがあってあるそうで、5年間はその優勝寮に入っているということで毎年1月にご存知と思いますけれども住民票の転入届を私が受け取るセレモニーが1月にございまして、それをやらせていただいているわけでありますけど、それがもう非常に盛り上がりまして、今年は今、札幌の会長さんお話がありましたが、吉田晃生選手、昨年は清宮幸太郎選手で、一昨年までは大谷翔平選手が、おりまして、で住民票を転入届をいただくものですが、当然、住民税が鎌ヶ谷たくさんありました。高額所得者なものですから、もう大変鎌ヶ谷市はファイターズにおっしゃる、それ以上にですね、町の盛り上がりという意味で、ファイターズが鎌ヶ谷市になるというのは、本当に鎌ヶ谷市の活性化に大変な寄与をしていただいているわけでございまして、鎌ヶ谷市はもう全面的にファイターズのことを応援しようと考えているところでございます。そのファイターズ名護の応援で女性応援団一応ね女性応援団まだ浜名市にはなってないんですけれども、はい、そのうちこのピンクの浜名市を皆さんに来ていただきたいと思いますので、はい宮里さんと、はい、いつも北海道にもいらっしゃってくださってねありがとうございます、はい、ファイターズ今年どうですか優勝できそうできますできます、はい、頑張って、はい、ファイターズできますか、はい、じゃあ優勝させてくださいね、はい、よろしくお願いいたします。沖縄の美女の皆さんでした。ありがとうございますありがとうございます。協会の、はい、顧問でなさ、はい、顧問でなさ、はい、一番初めの頃の会社さん、はい、わかりました。ありがとうございます。韓国よろしくお願いいたします。応援ありがとうございます。いつも何歳ですか。 お年は90。わあすごい競技ですね。もうこんな、はい、皆さんみんなも応援しましょうよろしくお願いします。ありがとうございました。気合に出てますが開幕には間に合うという形でいけそうですし、球団の、皆さんの思い含め今年は必ず勝たなきゃいけないという、戦力補強が済み、外国人選手も、正直思った以上に、力のある形で今入っているので、必ずや、皆さんに喜んでもらえるようなところに、持っていかなければいけないプレッシャーと今戦っております。本当にファイターズにしては珍しく選択肢がある戦いの一年かなというふうに思っているので僕は間違わないように、しっかりと戦っていきます。そして宿舎入って、宿舎が多分ほとんどの選手が新しい球場が、作られている姿を見させてもらっています。
来年から、その素晴らしい球場で我々がしっかりと、キャンプをさせていただける、資格があるような、チームになって、今年1年戦って、来年向かっていきたいというふうに思いますので、短い期間ではありますが、選手たち、今年もいろいろお世話になりますがどうかよろしくお願いします。やけには必ず、皆さんと喜べるように頑張っていきますので今年1年どうかよろしくお願いします。本当にありがとうございました。いつもこの笑顔が多分ハマースの名誉顧問になると思いますが、はい、皆様どうぞよろしくお願いします。はい、とんでもないです。名護市のイケメン実業家たちです。はい、いえいえ、名護市のバリバリとこれから、はい、頑張るであろう、はい、はい、ファイターズ応援してありがとうございます、はい、ね、来年も続けてよろしくお願いします。私が昔からラジオの時代から吹いている前田さんです、前田さん、いよいよ球場が、はい、前田さんのホテルの前の球場が出来上がります。来年なんですね、はい、来年こそ来年じゃなくて、もう2019年だから今年にはもう出来上がって、もう2020年の、はい、今19年ですよね、はい、だから今年出来上がって来年の20年にはもう、名護球場でキャンプをお迎えします。あ、素晴らしい、はい、じゃあまたぜひみんなで、ね、応援いけるように頑張りますので、皆さんぜひお待ちしてます。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ただいま元婦人の佐々木涼子さんと前田裕子さんで2人で、ファイターズの交流を含めております。はい、写真じゃないです。写真じゃない、なんか喋ってください。会長、はい、元会長今副会長、はい、名誉顧問、はい、今名誉顧問なさっています。はい、浜田ファイターズで名誉顧問、はい、浜田ファイターズの会長です。はい、そうなんです。はい、そうなんです。で、前田さんは本当にね、もう最初からありがとうございます。ファイターズが札幌、北海道に来て15年目、その時からのずっとファイターズの一番古いご縁がある、そうですね、ハマラスのメンバーです、はい、続きまして、有限会社、名護市側代表取締役席です。親戚ね、はい、よかったです。じゃあ来年、新球場オープンにはね、また2人揃って写真を、ね、撮りたいと思います。はい、じゃあ、はい、もうこれで確約されました。はい、じゃあよろしくお願いします。今日はありがとうございます。はい、応援します。優勝です。おはようございます。さあ、沖縄に来ているんですが、道のお世話様100回記念でいろいろ、ファイターズの15年を含め、ハマナスファイターズ、そういう関わってきたことでちょっと編集をしながらお届け したいと思ってます。ですからまず最初はおはようございますから今始まりましたけど、はい、どこか切り取っていきますよ。あ、こんにちは。こんにちは。りょうこさん、ハマナスファイターズのご縁でこうやってご一緒させていただいて、はい、沖縄に今日来ておりますが、はい、何回か話すうちに元のハマナスファイターズ初代会長で、はい、今は、名誉顧問という立場で、大層な役をいただいております。いっぱい大層な役では当たり前の役だと思うんですが、実はそのファイターズが北海道に来た時の、はい、受け皿というか、それの立ち位置の時に立ち上がった時の担当だった元北海道副知事でございます。それで、その意味でちょっとお聞きしたかったことは、15年経ちました。で、こうやって毎回こうやっていらっしゃってくださってますけど、うん、聞けば涼子さんは野球はそんなに詳しくなく、体操そんなに興味もないというズバッという方でございまして、逆にその興味もない涼子さんが、うん、なぜこう毎回このファイターズに絡んで来る魅力とか来る自分の気持ち、うん、もうこうなってくると気持ちしかないので、どうなんでしょうね、うん、聞きたくて今日はちょっと質問、はい、変な質問ですが、はい、今お話しいただいた通り2003年に北海道日本ハムファイターズが北海道にフランチャイズ移転して、その時 の担当副知事を務めました。文化とかスポーツが担当だったっていうことです。そして2005年に女性の応援団を作ろうということで、初代の
日本ハムファイターズをあの応援する会の初代の会場で出した JR の坂本相談役からあの相談されまして、あの女性の応援団を2005年に作ることになりました。私はあの立ち上げに関与したということで、あの初代の会長、浜松ファイターズの会長ということをあの務めましたけれども、8年間務めました。で今はあの2代目の中田会長にあのバトンタッチしてて、中田会長があのやり手なもんですからあの会員数を150人超える、で旭川とそれから釧路にも支部ができるということで、まあ、約15年間ぐらいですね、地方で試合があるときにはみんなでツアーを組んで応援に行って、そしてあの地元の女性リーダーたちとも交流して、そういうことを函館や旭川や釧路や帯広、そういうところであの積み重ねてきて、あの浜松ファイターズの輪が広がっていったってことだと思います。で今ご指摘されたように基本的に野球が特別好きというタイプの人間ではないんですけども、あのやっぱりスポーツっていうのはあの専門的なことを知らなくてもやはりあの元気をくれる分野だと思うんですよね。あの人間を元気にしてくれたり笑顔にしてくれたり、あのそういう分野だと思いますので、まあ、そういう意味でスポーツっていうのは文化の一つですね。人の心を元気にするものだと思います。あのそういうあの文化的な側面ももちろんあの、大事なことだというふうに思いますし、やはりあの北海道に移転してくれたことで北海道民にとってもあの良かったと思うし、私あの球団にとっても良かったと思いますよ、はい、それは、ね、思います。あのファンが、ええ、あのおそらくあの温かいと思いますから、まず女性の応援団を作ろうという発想からが、はい、うん、多分あの野球界のまた1ページを変えたんじゃないかなってちょっと思います。本当ですね、はい、あの女性の あの不安を開拓してくれたのが、うん、あの北海道日本ハムファイターズだというふうにあの思いますね。そうですね、昨日あの乗せてあのお世話になったタクシーの運転手さんが、うん、もう運転手さんとしての実感として、うん、あの日ハムが、うん、あの女性のお客さんが沖縄に来てくれるお客さんが一番多いそう、ね、おっしゃってました。オフィシャルファンも半分以上ですからね、はいはいはい、それで あれですね、あの球団のおかげってことはあの女性たちにあのプロ野球の、うん、あの面白さと そうですね、そういうものを教えてくれたあの、功労があると思います。あと周辺でいろんな動きがあるから、あの経済効果みたいなものもね、我々がこの名護にあの訪問させてもらって、そして名護のまた経済界も含む市長さんたちがあの札幌にあの訪問してくださる、名護との交流、それから仙台の楽天の応援団とも、うん、あの浜松ファイターズは仲良しでございます、ね、そうですね、はい、結構ね、バチバチしながら楽しくやってますよね。そうですね、三吉さんのね、はい、あの本当にあの頑張ってる様子もありますが、皆さん、うん、あの楽天の方が三吉さん中心の応援団ですけど、ね、我が浜松ファイターズは原さん中心の、とんでもない、私は中心浜松ファイターズ代表で、はい、とんでもないです、はい、応援をあの大きな声でしていただいて、声だけはね、声だけは中心に出させていただいてますが、浜松ファイターズの宝です、はい、そういう意味で、とんでもないです、はい、もうそのために今日は来たちょっと抑えてて、ありがとうございます、はい、いやちょっとあの前後しますけども、同じメンバーの中でね、全試合見ている田中千佳子さんという方がいらっしゃいまして、うん、彼女の思いは自分のためだったり、その笑顔のためだったり、うん、活力のため、うん、まあ、それが積み重なることを全体と、うん、多く見てあのこう測っているのが、多分私は中田美智子さんであり、まあ、あの今の現会長も野球は得てではありませんでも要するにそうあの全体を見る上でやっぱりこうどっしりと構えていただいて、うん、この周りを大きく見る、これってすごくやっぱり、必
要なのかなっていうことがあって、あの日々その毎日野球見てるわけにはいかないけれども、どこか自分の活力の中とかよその方に与える活力がここだっていう見極めみたいなのがやっぱりあるから、こうやって毎回来ていただいてると思ってていいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。浜松ピターズは一人一人が魅力的 だと思いますね、まあ、地域の女性リーダーが、はい、あの多いってことですね、はい、私ですっていうタイプが多いです。あ、そうですね。はい、でもそれがうまく調合してね、はい、ぶつかり合うんではなくて、はい、それを上手に皆さんこう持ち上げながらまとまるって、はい、これって最高の力になるのでね。そう思います。1たす1が5ぐらいになってますよね。それはいいですね、1たす1が5だそうです。これは素晴らしい、はい、あの伸び率だと思いますので、まあ、本当に元気もしいし、うん、まあ、今年は優勝、ね、できる年だと思いますので、もう1回年齢層がだんだん高くなっている浜田スパイダーですが、あのこの頃は時々ちょっと若い子たちも2世代、ね、私方の2世代目がこう入ってきてますので、あのまた変わった年号は変わりますけれども、うん、またちょっとこう変わっていく浜田スパイダーズ、うん、およびファイターズの応援団とか、うん、それから野球界になってくるのかなとは思ってますが、まあ、それも、時代とともに今の元気な人方がうまくこう盛り上げていってくれればいいなと思ってます。まあ、私方は元気に楽しく、ね、参加させていただいて、皆さんに指導的な立場、うん、そういう仕事をしてるあの人たちが多いですから、アマネスワイターズは、はい、だからやはりあのこういう、まあ、遊びの団体ではありますけれども、あの組織を維持してあのこれからもずっと長く存続させていくためにはどうしなければならないのかっていうことが経験的に分かってる人たちが多いと思うんですよね。ですからあの世代交代をするとかですね、そういうこともちゃんとあの問題意識を持ってあの取り組んでいるあの今 の執行部ですね、そういうことも当然考えているだろうと思いますし、だからあの存続できるだと思います。はい、素晴らしい、ありがとうございます。もううまく締めたようでございますが、でも本当にやっぱりあの彼女がいて、中田さんがいて、そして皆さんいろんな方含めて、ね、いろんな方がこう本当に 1たす1の5になるような回ですので、皆様あのピンクのおばさん方を、あ、おばさん方をご覧でね、ピンクのお姉様方を見たら、はい、あのちょっと声かけていただければ、あの面白いことがいろいろと話聞けたり、またいろんな輪ができるかもしれませんので、そうですね、ぜひあの球場で、声かけてくださいって言ってもいいですね。ね、何ですかって最初はいつも言われてましたもんね。はい、ということでだんだんあの広がっていくと思いますので、まあ応援団、あの講演会っていうのがありましてね、みんなブルーの一応統一されたユニフォームがあるんです。ですからブルーの T シャツ着ていて講演会って入ってる方たちはその公式応援団っていうか講演会っていうのがありまして、あのファイターズのホームページを見ていただくと分かりますが、その方たちもやっぱりその地域に根ざした組織的なファイターズを応援するその立ち位置に立った講演会ですので、まあ、これも言わせていただいていいですか？はい、どうぞ。あの球団が認めている公式の応援団というのは、はい、北海道日本ハムファイターズを応援する会、はい、今村田会長さんのこの応援団だけなんですよ、はい、で浜梨ファイターズというのは、はい、その公式の応援団の姉妹団体という位置づけを、はい、あの球団からいただいております、はい、何千も応援団というのは、はい、あのあるはずなんですよ。そうです、そういう位置づけをいただいてるというあの意味では、やっぱり浜梨ファイターズは華やかで元気で、はい、あのそういう魅力的な女性とかっていうだけでなくて社会的存在なんだと思います。あ、わかりました。一押し二押し三押し、はい、ということでありがとうございます。あのこうやって喋ってるだけでも元気もらえますので、ますますあの本当に毎回ずっと嫌、はい、でもついてきてください。ということで、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。お願いいたします。北海道日本ハムファイターズから武田健壮社長もおいでくださっております。
それでは、名護市の戸口市長と、松名路東認定こども園の贈呈をいたしますので、前の方にお願いいたします。それでは村田会長から、まずご申請をお願いいたします。はい、楽しかったですね。いや楽しかったですね、あ本当に、はい、昨日のね、はい、高専も岸田高専と課金という歴史的瞬間見れたし、うん、一昨日の交流会もかなり盛り上がったんで、また来年頑張りたいと思いますから、そうですね、皆さんよろしくお願いします。とんでもない、お疲れのところ申し訳ございませんが、あのファイターズに関わった理由っていうのは、まあね、村田様は同心の、まあ、社長もやってらしたので、あのスポンサーという意味ではあるんでしょうけど、社長自身野球とかお好きで、好きですか。はい、やっぱり関わったのは、私の会社が作ったヘルメットスポンサーになってますよね、はい、それが一番大きな関わりのなんですけど、応援する会議を野球がなったのはね、JR の高坂本新さんが今回を作って、はいはい、ずっと運営したんだけど、この10年目から、うん、一つの区切りにしてね、うん、世界大会でぜひ会長を引き継いでくださいかという一応いただきましたね、それで引き継いだということですよ、はい、それもそんな残念なことになったんで、やっぱり数回の場合には、やはり坂本さんのその顔を見て、頭から盗んでいて、やってますよね。ありがとうございますね。まあすごい方でしたからね、坂本様もね、そうそう、本当にパワーのある方でしたしね。そうでしたね。ね、いや本当に。今年はね、まあ私年号最初の年ですんでね、はい、ぜひ優勝して、そうですね。名古屋市球場にチャンピオンフラッグを掲げてほしいと思うし、今年はそうやってくるんじゃないかと思います。そうですね。もう期待して、はい、期待大ですね。はい、そしてあの新しい年とともにまたメンバーも新しく引き継いで ね変わっていくんですが、その中核となっていくのが応援する会であると思いますので、ぜひ今後ともあの経済も含めね、あのこう盛り上がっていってくれればと思いますが、はい、ね、そうですね。まずは健康で頑張らないと。ですね、で、そうですね、あのいつもいつも本当に楽しい、はい、あの会を催してくださいますので、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。すいません、こんな場所で失礼いたします。ところで、ネズミがいない。なんで20日ネズミっていうか分かる？20日で死ぬから。え、本当？あ、分かんないです。20日で死ぬから、寿命が20日しかない。違う。あ、よかった。分かる人？20日ネズミはなぜ20日ネズミっていうか、チコちゃんがぼーっと生きてちゃうからよ。20日ネズミは妊娠期間が20日なんです。あ、だからネズミさんレトンって言って、で人間は年きとうじゃんと、はい、牛は何日か700。牛、はい、牛は次クジラとゾウも出るよ。牛も人間と同じ年きとうか。クジラとゾウは、ゾウは3年違うか、3ヶ月、3年ぐらいだと思ったけど、はい、当たったらね、こう、うん、今これ景品どれだけか出るんだよ。大きな当てましょう。はい、当てましょう。はい、牛でしょ。クジラと、うん、ゾウさんの妊娠期間は、はい、1年半、当たり、後ろが1年半、はい、ね、開催後、大きい動物はそれだけ時間かかるし、だから、じゃあここでもう一つクエスチョン。牛はなぜ乳が出るか、はい、一つ
大人になったら出る、2つ妊娠したら出る、子供産んだら出る。取ります。さあどれかな、はい、3番目、当たり。これ母さん、母さんは分かるよね。自分がそれ、どうでしたか。こんにちは、はい、新しく、コミュニティグループですねのグループ長になりました村上、これはお名前、ま、村上信也さんでいいんですね、はいはい、はい、村上信也さんです。あのファイターズのイケメンのグループ長ですが、はい、はい、熱いですね。すごいテリアで、すごく、また新井さんとは違うキャラでグループ長を引っ張っていくと思いますが、はい、昨日面白かったですね。あのすごい満席で、試合ね、試合の話ですよ。ちょっと、1回表裏は見れてない。あ、肝心要 の, あの2人の対戦は見てない、はい、実は私がなんだバタバタしてて、まあ、見てたんですけど、遠出に見てたのでね、あれでしたが、まあ、あれはね、各テレビ局および各あのなんて言うんでしょう、記録係がちゃんとしてるので皆様あの分かると思いますが、まあ、ちょっと離れて、あの応援する会としていつも応援あの、はい、浜那須とか応援する会とか商工会議所のグループで今度毎年ついて歩かなければならない立場になりましたですよね。でその分も含めて、ファイターズ の, その地域における地域活性化とか経済の交流も含めて、結構大変かな。あでも仕事がやりがいはありますよ、ね、やりがいあります、はい、元野球の選手ですけどね、はい、どうですか、そういうのこんな風になると自分で思ってました。全く思ってないです。ね、そうですよね。だからあの第二の人生ったらおかしいけど、そうです、ね、同じファイターズにいて別な人生が始まるって部分じゃないか、その一言ない。静かだから、いやもう周りの皆様に支えていただいて、はい、僕やりがいのある仕事ですので、まあ、新井さん9年間やられてきて、新井さんがいなくなったっていうのがすごい大きいんですけど、まあ、僕が引っ張っていかないといけないし、その辺はしっかりやっていきたいと思います。はい、はい、力強いこと、ありがとうございます。昨日はね、試合中にあの講演会のメンバーのサルフス村からテレビに出てるとか、なんかに出てきました。やっぱり目がちゃんと皆さん見てるということですよね、ファイターズね。ありがたいことですよね。だから本当になんかそうやってお声掛けていただければ頑張りもあるので、また地域とのつながりも、ね、できるので、ぜひ体を元気に楽しくやりましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。